9番ゲートに収まって9頭ゲートインが終わりました。スタートしました。まずは1コーナーを目指します。4番鎌倉バッフが促しています。先頭に立ちます。追って5番ムゲーテスペランサ、内は3番サトノジール、6番ミアネーロ、そして9番ツルマウカタチ、後位の外目、7番マーシャルポイントは今中段です。9頭が1コーナーをカーブしました。先手は4番の鎌倉バッフです。リードを1馬身取って1、2コーナー中間、5番ムゲーテスペランサが2番手、2コーナーのカーブに差し掛かります。2馬身その3番手ジョッキーを抑えながら3番サトノジール、9番ツルマウカタチが4番手、これに接近6番ミアネーロが単独4番手に上がって向こう上面に入りました。3馬身差、1番のコスモレオナルド、そして7番マーシャルポイント、ここは先頭までは8馬身、あと8番テイキットイージー、今最後方は2番のサクラサルーテです。前半半マイル50秒少し切るぐらいで通過しています。向こう上面中ほど、4番鎌倉バックフのペースです。リードは4分の3ぐらい、5番ムゲーテスペランサが2番手、6番ミアネーロ外3番手、800を切ります。 1000m1 分2秒8と計測、体半分差、内4番手が3番サトノジールです。その後3馬身と馬群が切れました。9番ツルマウカタチジョッキー促しています。1番コスモレオナルド、7番マーシャルポイント、今後方3頭目からこれもジョッキーを押して上がっていく、後ろ2頭は8番テイキッドイージーと2番サクラサルーテです。9頭4コーナーカーブ、ここで6番ミアネーロが先頭に変わるか、400を切りました。内は鎌倉バックス、4コーナーカーブから直線、3番手から外、7番のマーシャルポイント、9番ツルマウ形が追っている、外からはさらに外は1番のコスモレオナルド、1番外は2番のサクラサルーテ、200を切って坂を登ってくるミアネーロ、7番のマーシャルポイント、内へ入って9番ツルマウ形、さあ先頭は6番のミアネーロ振り切るか、ツルマウ形、マーシャルポイント2着争い、ミアネーロ先頭で合理、デビュー勝ちは6番ミアネーロ、ドゥラメンテ3区の牝馬ミアネーロ、4コーナー手応えよく進出、直線入り口では先頭に立って後続を振り切りました。